ことね。まほ、チェゴでーす。お互いのメンバーカラーの食べ物を食べる3日間。イエーイ。早速、ピンク着てきたね。そうなんですよ。この3日間はピンクの服を着ようと思って。おー、意識高というわけで、前回いつやったんだろう。1年前ぐらいかな。1年前とか、はるかがいい時に3人でやりましたね。その時は、自分たちのメンバーカラーの食べ物を食べたんですよ。はい。今回はお互いのメンバーカラーを交代して食べる企画なんで、私はピンクの食べ物しか食べれない。私は緑ものしか食べれない。となっております。はい。じゃあ今日からなんで、早速、うん、この後練習あるんですけど、うん、お昼ご飯を二人とも食べてないので、はい、早速食べていきます。はい。レッツ、チェックアウト。いただきまーす。てかさ、ピンクの食べ物、しょっぱい系がなさすぎて。確かに甘いものしかない。甘い、きついよ、結構。ね。うん。緑ってさ、ヘルシーだから、全然なんか苦じゃないんだけど。そう、しかも野菜とかもあるから。そうそうそう。でも今の季節めっちゃピンク売ってる。そうそうそう。ありがたいことに種類が豊富。いただきまーす。うん。うんふーん。私はマスカットのゼリー。うん。うまっ。わー、早っ。何これ、いちごミルク。じゃあなんかピンク好きだな、この人って思われてそう。ピンクの服でさ、こんな大量に買って。YouTuber って分かったんだよ。YouTuber って確かに。そう、確かに。あれか、これじゃない。寿司のガリみたいな感じ。あ、でも、おいしい。抹茶、桜餅。豆腐の抹茶味。付属の、こんにちは。すごい美味しい、久しぶりだと。うわー、美味しそう。うーん、わー、さま。じゃあ3日間頑張ります。はい、さっき練習が終わって、緑の食べ物をスーパーに買ってきました。見て、これめっちゃ美味しそうじゃない？アボカドとブロッコリーとなんかチキンみたいなのが乗ってて、こちらです。キウイです。最高じゃないですか。はい、そしてリーン、これね、プラザに売ってたの。いただきます。それではこちらいただきます。ん、え、超超うまい。え、うまうまうま。しかもさ、枝豆ちゃん入ってます。めちゃめちゃ健康的。魔法、白ご飯が大好きなのね。だから白ご飯を食べれないのがきつい。完食。うん。お次はデザートのこちら。しかもさ、一個一個でかいの、結構。うん、うん、とりあえずちょっと後で残しておく。マホは今これが一番食べたいんです。うんうん、あ、うわ、めっちゃ緑だ、すごい。いただきます。アボカドチーズ。待って、うますぎる。一枚一枚が大きいの。鼻みたいな。鼻です。うん、お腹いっぱいになってきたので、今日はここまでにしたいと思います。おはようございます。もう1時45分なんですけど、昨日もう寝るのがめっちゃ遅くて、昼夜逆転しちゃって今になってしまいました。ということで、私の朝、お昼ご飯はこんな感じです。せーの、いただきます。じゃあグリーンスムージー。これね、この間飲んだらめっちゃ美味しかった。え、うまい。これめっちゃうまい。めっちゃうまい。寝起き20分後くらいなの。だから全然目が覚めてない。残りは編集しながら食べようと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけで2日目のお昼、イエイ。昨日の夜はあんま食欲なくて、あと早めに寝たっていうので食べてないです。お昼も今ちょっと夕方になっちゃったんだけど、今から食べていきたいと思います。まずはじゃじゃん、生ハムロース薄切り。昨日さ、夜食べようと思ったビンチョウマグロ、これピンクだよね。せっかくだからビンチョウマグロからいただきます。いただきます。
このね、ビンチョウマグロを見つけた時はね、本当に興奮した。うん。これ生ハムとさ、贅沢食いできるんじゃね？生ハムにビンチョウマグロを挟んで。もう夜食べてないって言っても、いちごのさチョコのお菓子あったじゃん、あれを食べた一袋まるまる。ずっと甘い甘いで来てたからさ、マジありがたい。あとね、もう一個ありがたい商品見つけたの。大根桜、めっちゃありがたい。全然これいけるわ。1週間くらいいけるかも。うん、あとさ、見て。桜エビ、カッパエビセン。なんとね、ピンクのカッパエビセンがあったの。ね、ちょっとありがたいの極みでしかない。久々にカッパエビセン食べたわ。切り抜きできる？切り抜きできる？あっ！おっ！2個落ちたぐらいだ。いいこと思いついた。生ハムにエビせん巻いてみようかな。焼肉食いてー、ラーメン食いてー。いただきます。うん、サムギョプサルとは程遠い。レアチーズケーキも買いました。美味しいけど、だいたいピンク色のデザートってこういう味がするっていう感じ。ごちそうさまでした。私の夜ご飯はこちらです。はい、ということで夜ご飯の時間です。よもぎ餅、わかんないと思うんだけど、中はね緑なんだよ。これお醤油つけてフライパンで焼くみたいなことしたんだけど、すごいこけちゃって。そしてね、ちょっと今日一日ほんと編集してたので、もう全然買い出しでも行けず申し訳ないんです。これを夜ご飯として食べたいと思います。いただきます。よもぎ餅いただきます。うん、美味しい。なんか普通のお餅より香ばしい。まあまだ2日目の夜、あ、もう2日目の夜か。だけどなんか全然苦じゃないです。なんかむしろなんかヘルシーな生活できてる。ありがたい。はい、食べました。で、あとこちらはあともうちょっとなんだけど、これはちょっと編集しながら食べようと思います。おはようございます。3日目の朝ということで、朝は食べようと思ってたピンクのいちごメロンパン。でも結局ね、なんか夜はカッパエビセン作業しながらつまみ食いとかして、なんかそういう感じで済ませちゃって。いただきます。うん、うん、うん、中もピンク。味はマジでみんなが想像つくメロンパンの味。マジで美味しかった。当たり。これは、そして食べかけの生ハム、これをわさび醤油でいただく。これね、うまいんだよ。私本当にわさび好きなんだよね。マジでわさび醤油好き。マジでそこんところめっちゃ日本人だなと思う。わさび醤油でいただきます。マジで大好物。うわ、うま、うまいし、めっちゃ目覚めた。いつもこうなりながら食べてる。生ハムラスト。食べていいと思う。コーン食べます。うまい。マホが昨日からハマってるグリーンスムージー、最後の一口いただきます。
社長のマネージャーさん、あよーん。ということでお昼ご飯はピンクカレー。うわー、めちゃめちゃピンクなんだけど、でもね、匂いは本当にガチのカレーみたいな匂いで、すごい美味しそうな匂いなんだよね。いただきます。なんかめっちゃくちゃ甘いカレーって感じ。あ、でも野菜入ってて美味しい。じゃがいも入ってた。これなんですよ、桜カレー、春限定だって。ココナッツミルクパウダー。あー、確かにめっちゃココナッツのね味がするの。やばいよ、毎日生ハムこれ1個なくなるぐらい食べてんだけどさ、大丈夫かな。美味しいんだもんだって、わさび醤油が。これはね、永遠に生きるのよ。マジリアルな話で言うと、マック食べた。マックとか焼肉食べた。とにかく甘い。甘いのがね、もう嫌だ。ピンク色とか桜とか、いちご系嫌いになりそう。ピンクだけっていうのも全然食欲わかない。甘いし。というわけで、お昼は終わりです。はい、ということで、最終日の夜です。やっと、やっと終わる。ママに緑の食べ物生活をしてるって言ったら、たくさん買ってきてくれました。抹茶のショコラモンブラン。ミーの空豆。ここしかも1個っていうね。これはまだ余ってたので、これはまた飲みます。これもめっちゃ好きになっちゃった。甘いものとかお菓子が多いな。全然夜ご飯って感じしないわ。いただきます。やばい、これ美味しそうじゃない。やば、幸せなんだが。わーお、じゅじゅーん、美味しそう。これファンの子がくれた。ボンバンとのスプーン、可愛くない。いただきます。え、チョコ入ってる。ぶっちゃけピンクはマジで辛かったんだけど、緑全然辛く、え、待って、めっちゃ緑じゃない。は、完食。続いてココ。ココ知ってる、みんな。ココ、普通のココがめっちゃ大好きでね。みどりちゃん、美味しそう。いただきます。中もマヨより、うーん、そら豆ちゃん、そら豆ちゃんちゃんと緑ですよ。これ未来って健康的だよ。3日間あっという間だったな。最後、幸せ食いします。うーん。それでは緑の食べ物生活終了しました。ということで、私は明日から今まで食べれなかったものをたくさん食べます。私が今一番食べたいものは焼肉です。焼肉、白いご飯食べたいです。それをいっぱい食べます、明日から。はい、というわけで最終日の夜ご飯、やっと明日から好きなもの食べれます。限定のピンク桜カレー、いただきます。うん、美味しい。あと私の大好きな桜大根。新メニューと言ったらこれかな。これもピンクだよね。マグロのたたき。マグロのたたきだけで食べたことあんまないけど、大丈夫かな。ご飯絶対食べたくなる。いただきます。うん、わさび醤油の威力がすごい。いつも食べてるマグロのたたきみたいな味する。ケーキ食べたい。このメロンパンをこれにつけて食べたらどんなにするのかってめっちゃ気になる。うまいかも。ありよりのありすぎる。ちょっと組み的かも。それぞれ単体で食べるより組み合わせた方がうまい。甘いカレーのようなシチューのような味にメロンパンをつけたみたいな。もっと早く気づけばよかった。カレールーが全然ない。マグロのたたき完食。最後の一口。全部食べ終わりました。桜餅のこれだけね、ちょっともうお腹いっぱいです。すいません、明日食べます。私あんまり甘いやつとか桜系とかベリー系とかそういう味があんまり好きじゃなかったから、全然食べれるんだけど、なんかじわじわきつかった。食べ物は好きなもの食べましょう。というわけで3日間よく頑張りました。お疲れ様でした。まほちゃんは結構ね、お肉食べたいっていうのが強かったかなって思う。私が今一番食べたいものは焼肉です。焼肉、白いご飯食べたいです。それをいっぱい。
マなんだけど。ということで、ね、この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。あと、SNS もやってるので、フォローよろしくお願いします。以上、さようでした。バイバーイ。バイバーイ。